もうちょっと短くしたい <laughs> でも朝朝ごはんと昼ごはんを食べ,食べてなかったんで食べてないまま撮影に挑んだんで帰ってきてから遅めのお昼ご飯を食べましたつい1時間前ぐらいんんんん うん <laughs> ああ明日からまた学校だ来週今週来週来週ちょっと忙しいから頑張らなきゃ。 えそう帰ってきて帰ってきてっていうかまあ仕事終わったらさまあ、大体さ体疲れてるからちょっと眠くなっちゃうのに、ね、いつも。であの移動の車の中とかでまあ、ちょっとねあの仮眠っていうかいあの着くまで寝てて <coughs> そっから配信までちょっと寝よっかなとも思ったけどさすがにちょっとまあご飯も食べなきゃいけなかったし。 やめといたえっ、ー、てかね最近のさ怖い話していいなんかそんな心霊系とかじゃないんだけどあのさなんか最近最近っていうかほんとつい最近あん違うなんかなんて言ったやんやついこの間からなんやけど。 うーんとねなんかさゴミをねあの毎回出しに行っててであのなんて言うんだっけななんて言ったらいいんだろうまあ月曜日と木曜日なんだけどその木曜日からさ月曜日までってさ3日空くじゃん金土日って。だからまあ大体 ちょっと早めにあの置く時もあるの日曜日の、まあ、昼ぐらいとかなんか生ゴミとかをさ入れてたら臭くなっちゃうじゃん玄関先とかがだからそれ嫌だなと思って、まあ、ちょっと早めにね別になんか早めに出さないでくださいとかは張り紙とか書いてないから全然問題ないんだよちゃんとその何て言うの折じゃないけど囲まれてるから <laughs> なんか全然問題ないんだけどなんか私の。 ゴミ袋だけ絶対にあさられてんのめっちゃ怖くないしかもそれが今回2回目やったんよねでなんか今回出しとるゴミもあさられとって <laughs> なんか最初はやっぱカラスの仕業かなとか思ったんよ結構その食べ物のん食べ物を食べた ゴミを出しとったらさまあなんかその匂いにつられてそういう動物系の、まあ、猫猫とかはまあ、まあんまりやらんと思うけど、まあ、カラスとかが漁ったんかなって思ったんよ。でもなんか私のとこのねゴミ,ゴミ箱そのみんなが入れれるようなゴミ箱って、まあ、フェンスみたいな感じになったのやけどなんか明らかにカラスとかがこうつつけるような感じじゃないわけよ。一応その網っていうか そういういのはまあおっきめではあるんだけど、まあ、でもカラスのなんだろうなあさり方じゃないというかなんか普通にゴミがあのゴミってさゴミ袋結ぶとこあるじゃんアップが開けられてんの絶対になんかでも1回目はさすがにね多分カラスの仕業だったと思うのなんでかっていうと 1>, 1回目のやつはなんかそこからこう袋がちぎられたみたいになっとってそっからちょっとゴミがバッて出とる感じだったよねでもそれれはまあゴミ収集者の人が全部処理してくれとったんやけどんか2回目はもう明らかに上から開けられとったえだからえっと思って <laughs> マジで怖いよね でさ別になんか今回の出してるゴミ2回目に出してるゴミ2回目っていうかその被害になったねゴミは別に食べ物の,あのゴミしか入れてないから個人情報が入ってるなんか紙とかを破り捨てたとかはないから大丈夫なんだけどなんか気持ち悪いなと思ってしかも私が食べたゴミの何て言ったらいいんだろうなんかこういうさナプキンとかが入ってる時あるじゃんあの紙のね。 まあそのファーストフードとかさモスとか行ったらさ結構何枚か入れてくれとったりするやんかあれがめっちゃ散らばっててマジで怖くてなんか、まあ、人間なのかはそのカラスなのかは分かんないけどその現場を見てないからねカラスがつついてるとことかその人,間の人,人間の人って,って人間がそのなんか実際にあさってるところとかを見たわけじゃないから誰がやったとかは分かんないけど。 なんかマジで怖くてもしだって人だったらさめっちゃ怖くないなんかしかも私のゴミだけなんなんかカラスとかやったらさまあ100歩譲ってねあのそのなんて言うんだろうまあいろんなところをつつくわけじゃんカラスって多分カラスがだいたいゴミを漁ってるのって1個のゴミ袋じゃないわけじゃんだから まあ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 あわかるんだけどなんかほかの人もねゴミ袋出してんのなのに私のゴミ袋しか開けられてなくてえな何なんだろうと思って確かにねカラス結構周りにいるの周りっていうかいつもなんか朝方とか電柱とかによう止まってるんよだから まあカラスの仕業だと思いたいけどなんか今回のに関してはなんか前回のはねまだねああまあカラスやなって分かるような感じだったんだけど今回のマジで上からちゃんと開けられてるからうんなんだこれはみたいなマジで怖いまあでもそれなんか防犯カメラとかはうちないから そういうういのはもう自分でその証拠をね撮るなら撮るでやるしかないんだけどなんか怖いじゃん一人でねそんななんかやるのはうんないと思うなんか防犯カメラ作動中とか見たことないもんそういう張り紙じゃないけどないね マジで怖いなと思っていや別なんかその野良猫の仕業とかなら全然大丈夫なんだけど人間だった場合が怖いよねっていうフ <laughs> <coughs> 怖いよね、めちゃめちゃまあなんか怪しい人とかは別にいないんだけどその、なんかつけられてるとかなんか毎回ここの時間にこの場所にいるとかはないからなんかそういう多分人ではないと思いたいけど。 ちょっっっっと怖いなっていいなててううのがあったっていうお話でした毎回なんか違う日にさ、まあ、私がゴミ出してない時でも違う日にそのね誰かが出しとったゴミが漁られとったとかならあカラスの仕業やなって思うかもしれんけど毎回なんか「えなんか汚汚」ってそのなんかゴミがねやっぱ散らばっとんのよゴミの置くところに。 で、それはでも毎回ワイが出したゴミなのだからなんか嫌だなぁと思ってめっちゃ怖い嫌がらせされてんのかなえだって他の人が早めにゴミ出しとってもう漁られとるとかなんか汚くなっとるとか見たことないもんちゃんとあの、置かれてんのでもなんか私が出した時だけ 毎回毎回じゃないけどなんかその2回2回とも私が出した時にだけ私のゴミ袋だけあられてたのおいしいおいしいもんばっか食べてるからかなご,あのご飯系のゴミばっか出してるからいい匂いだなと思って寄ってきたんかな。 うんマジで怖い, <laughs> い,いでもさやっぱなんかまあゴミ出しいつも夜なんだけどあの回収してくれるのがね夜なんだけど夜に出しに行くと危ないじゃんやっぱりなんかまあ家近いとはいえその距離が全然ない,ないけど。 近いとはいえさなんか夜にちょっと出るのやっぱ怖いし寒いし <laughs> なんかその姿を見られてたりしたら嫌じゃん夜にだからいつも学校行く時とかに「あ今日ゴミ出しの日だゴミ出さんといかんな」とか思って朝に出しに行ったりするんだけどついでにね外出るついでにマジ怖い。 まあストーカーとかではないと思うけどね。私結構警戒心強いからその家帰るまでの道とか、あのー、めっちゃキョロキョロしながら歩くんやその不審者じゃない程度にね <laughs> なんかつけられてないかな大丈夫かなとかいろいろ考えて、あのー、やるんだけど今んところ大丈夫だね。 フ <laughs> うん。マジ怖いよねまあ人にはないと思うけどねさすがにカラスだと思うんだけど。 なんかちょっと怖いなって感じ <laughs>。 さんクマのぬいぐるみありがとううんゴミ出しのとあの場所は扉ついてるあのなんていうのなま <laughs> ったなんていうのあのなんていうあのさ東京みたいにそのまあ福岡にもあるんだけどその道端に置いてるタイプのゴミ箱とかんゴミ出しのとことかじゃなくて普通にそのこの建物私が住んでる建物の 何だろう方っていうかその人たちがちゃんと用意してくれたゴミの入れる場所があるのちゃんとねかゆ <laughs> そう わわわわいやなんかカラス対策というか、まあ、結構多分あの、まあ、見たことないんだけどカラスがそのたかってるみたいなゴミにたかってるところとか自分のね出す場所で見たことはないんだけど多分。 できななないはずなんだよね <laughs> いやなんかそのくちばしを入れればまあ多少はその届くっていうかあのカラス頭いいからさ袋とか破ったりはできるしその,その中からゴミをこうグッグッって引っ張ったりもできると思うんだけどなんか今回のはね2回目のやつはちょっとなんか不自然というか。 なんかゴミがね私1回目の時はなんかめちゃめちゃゴミ箱がパン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 っていうかまあ結構いっぱいゴミみんな出しててすごい量だなと思ってなんか出したやつがたまたま私のなんかやつが破られててっていう感じであれだったんだけど今回のは割となんかもう一人のゴミだけしか出てなくて。 で、ワイナしか空いてなかったからどういうことっていう感じ <laughs> むっちゃ怖いよねん <coughs> いやでも私1年住んでてあのー、なんかなんていうのその今まで1回目の時もそうだったんだけど半年ぐらい住んでたけどそのなんかカラスがゴミをあさったような感じは全くなかったの,あのそういうゴミ箱が荒れてるっていうのがなかったのでたまたま1回目はまあ多分あの ま食べ物のゴミが多かったからなのかもしんないけど多分匂いにつられてやってきたのかそれともそれも人間の仕業なのかは分かんないけどなんか漁られてて「えこれこ,このゴミ箱で漁られることってあるんや」ってなってなんかちょっとでもまあカラスやろうなって思ったのゴミ漁るにしても、まあ、カラスか猫とか野良猫とか,なんかそういう動物系がいたずらしちゃったのかなって思ってたのね でも2回目はちょっとなんか不自然マジでうん <laughs> マジ怖いよね 何,何がしたいんだろうでも人間だとしてもさ何がしたいんだろう <laughs> 個人情報を抜きたいとかそういうこと狙われてる私怖いねいやまあでもなんて言うんだろう言うて私もそんなゴミをまじまじと見たわけじゃないから えなんかまたあさられてるわって思ってチラッと見たぐらいだからそのちゃんと開い,いてたかは見てないのよ上の袋があの結んでるところが。<laughs> いやあのねなんかね不思議なことにというかこの家に住んでる人 マジあなたの番ですみたいな感じ <laughs> になっちゃうんだけどさこの家の人私あんまり見たことないのよなんかたまに夕方とかにあのー、なんか若い女の人と被ってなんかあこんにちはみたいになったことはあるけどそれ以外の住人にマジで会ったことないのだからいつゴミ出してるのかも分かんないしいつそのなんかな,なんて言うんだろう なんかや何をやってるのかも全然分かんないなんか誰が住んでるのかも分かんないどういう人が住んでるだからとりあえず若い女の人がいるっていうのは知ってる <laughs> まあでもなんか夜に結構そのなんていうの1階と2階があるんだけどだか2階に上がる階段の音とかはするから。 多分夜に帰ってきてる人とかもいるんだろうけどもうわざわざ見るのも怖いしねえなんか何も用もないのに見てたらさななんかなんだあいつみたいな感じになるじゃんそ時間帯が合わないってのもあると思う、まあ、でも一人暮らしだと誰が住んでるか分かんないなんてめちゃめちゃあるあるその なんていうの別にさ一人暮らししてさ「あの引っ越してきましたよろしくお願いします」とかさ挨拶しないから女の子なんて特に危ないからね変な人が住んでたらさ「あの子一人暮らしなんだ」って思われちゃうじゃんだから隣の人とかね挨拶行かないからどういう人が住んでるのかもわかんないわけよフフッ うん、だからまあ <laughs> 都会ではないと思うけどね福岡はあ <laughs> 4年住んでるけど隣の人知らないそういうもんだよね なんかたまたま本当に自分が出るタイミングとかで相手もなんか出てきたら「あこんにちは」ってなるぐらい <laughs> でも本当に会わないから時間帯が <coughs> なんかでも私が学校から帰ってきた時とか何もなくて学校から帰ってきた時とかにそのワイの隣の家の人のなんかなん換気扇かな わかかんんなないけどなんかシャンプーの匂いしたりとか食べ物の匂いとかちゃんとするから済んではいるし物音もするから済んではいるんだけどどういう人か知らない <laughs>。 あ、うん、いて <laughs> なんか周りの周りのゴミとかもねあさられてるとかなら分かるけどさたまたまなのか分かんないけど私のだけしかあされてなかったからなんか気持ち悪いなって思っただけ。 1>, 1回目も2回目もね1回目はめっちゃ袋多かったけど私のしか漁られてなかったからまあ、でもあれは正直多分動物系の仕業だと思うんだよね1回目はなんかすごい野生的な漁り方だったから <laughs> <laughs> いやまあでもなんて言うんだろうまあもうすぐで二年もうすぐでじゃないかもうすぐではないけどまあ二年もうすぐもうすぐって言ったらあれ日本語がおかしくなっちゃうかもだけど ま2年経つから 2, 2年契約じゃんお家って大体だからま別になんかわ,わざわざ言うことじゃないかなって思ってるそんな大ごとにか警察とかに言うほどでもないなって思ってるだって別に見たわけじゃないじゃんその人が漁ってるところ見たならうわさすがに怖いわって思って警察には言ったりするけど警察とかに事務所の人とかにねこういうことがあったんですけどって でも別に見たわけじゃないしまあもしね動物の仕業とかだったらすんごいなんだろう迷惑かけるから別にそんな大ごとにしたくない極力平和に過ごしてたいから <laughs> だからまた次もしこういうことがあってもう自分のだけしか去られてないとしたらあーちょっとやばいかもなっていう危険,危険性を感じてなんかこうまあいろいろ大人の方に相談しようかなとは思ってますけど。<coughs> 多分でもそんな多分騒ぐほどのことじゃないと思うんだよね。<laughs> ゴミが漁さられてるなんてよくあることやしな言うて。まあカラスだけじゃなくても他のさ、まあ、タヌキだったりとかおるわけやん。そんな田舎田舎だろうが都会だろうが猿も出るしタヌキも出るやん。だからまあそういうなんか動物系だと思いたいけどね。 嗯。哼。哼哼。so so. あ、でもちょっと気持ち悪いよねっていうお話だったんんう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 ん うわこんにちは。<laughs> いや私は絶対にメンバーと2人で住むのは向いてないと思います一人が好きなんで <laughs> すりさ,まさんくまのぬいぐるみありがフセリ様さん熊のぬいぐるみありがとう多分本当に心許し合え,える人だったら大丈夫だと思うんだけど多分普通にあのストレスがたまっちゃうと思う自分の好きなことができなくなっちゃうからうん 私あの、家だと一人の時間が欲しいタイプの人間なのよ。まあ、ゲームしたりとかもそうだけど、極力一人の時間が欲しい。だから、実家の時もそうだったの一人の部屋に大体いるって感じ。あの用がないときは。だから、無理だね。<laughs> シェアハウスとか絶対無理。 まあ楽なタイプ楽なところもあると思うんだけどねそう一人のほうが楽何も考えなくていいから別に自分のことは何でもいいやって思っちゃうからうん <laughs> いやまあそうね仕事でも一緒やのにんプライベート でもなんかずっっとと一かかだったら無理かもしれないお互い干渉しないならいいんだけどそのなんか別にそのご飯食べる時とかに一緒に食べる時になんか「今日何した?」とかそういう話とかは全然好きなんだけどなんか。 あんまりこうなんだろうな自分の領域に入ってほしくない <laughs> うん。ああそう同じマンションの別の部屋とかだったら全然大丈夫なんだけどシェアハウスっていうのが無理多分私は向いてないまあでもね人とやっぱいると楽しそうだなとは思うのよ なんか本当に気を許せる人しか無理だと思うさ気使わないで一緒にいれる人とはシェアハウスできると思うんだけど、まあ、みかんちゃんとかそうだね別に気使わなくてもさ <laughs> 過ごせるタイプだからでもなんかやっぱ気使う多少気使っちゃう人もやっぱいるわけで。 そういうう、いい人たちととははシェアハウスは続かないと思う私はなんか面倒くさくなっちゃいそう。ていうか普通に自分も自分のあのー、何、まあ、忙しくなってたなってる時期とかその余裕がない時自分に余裕がない時とか自分のことで精一杯になっちゃう人だから私。 <laughs> なんか他の人にまで気遣えないのよそういう時ってだからまあ一人だったら別にあのー、ね気遣う相手もおらんし、まあ、別に自分の好きなことしとけばいいやんでもシェアハウスだとやっぱりその人に今自分が精一杯になっててもさその人に気遣わないといけなくなるわけじゃんシェアハウスしてたら。 だから多分それでもうキャパオーバーになっちゃって多分余計にやばくなると思う精神状態が <laughs>、うん、不安定な時マジで私もう,もう無理周りのことにまで気使えない自分のことで精一杯になっちゃう シェアハウスとかしたことないからどういう感じなのか分かんないけどさう <coughs> ん うんうん。<笑><笑>あ家賃半分 <laughs> なるほどね確かにまあそれはいいことだよね自分一人でやらなくていいことか家事とかもそうじゃん、まあ、どっちかが早かったらそっちが家事やって か,じってかご飯とか作ってとかできるしねそういうんだしかも話し相手はいるじゃん話したいなって思ったら人とふん <laughs> だるっ <laughs> いつも悪いよ顔は。 んうんうんうん。<laughs> 今に始まったことじゃない顔が丸いのは <laughs> そうだよねデリカシー大事よわざわざ言うことではないなって私も思った今 <laughs> そんなんわいが一番自覚しとるわ顔丸いなっていうのはだ思ってても言ってない人もいるんだよなんか急にさセリちゃん泣き顔みたいなの来たから何かと思ったら今日顔丸くない余計なお世話じゃ <laughs> こんばんはこんばんばはもうこんばんはの時間今日時間進むの遅いだってさっきさ時計見た時5時半だったのに今5時38分8分しか経ってない <laughs> でもなんかそういうコメントする人って大体そのコメントで終わるんよもう知ってるから相手にしないんだけどあんまり <laughs> そう、なんか、それだけ言って、おらんくなるの。姿を消すの。よくわかんないよね。まあ。いいんだけどさ。<laughs> なんかでも逆にさそのコメントを打つためだけに見てるってめちゃおもろくない <laughs> 私裏,裏の裏を思っていつも笑っちゃうんだよね本当に申し訳ないんだけど多分その人は真剣に書いてくれてるのかもしんないけどなんかそのコメントを書くためだけにずっと見てたんかなって思ったらちょっと笑いが出てくるごめんなさい性格悪いる。 で人のマイナスな部分を先に見つけれる人って本当にすごいと思うあお <laughs> <煽>り <laughs> えだって普通人のさプラスなところしか目につかんくないでまあだんだんあこの人ってこういう部分があるんだなって見えてくるけど最初から悪い部分を見れる人って本当にすごいと思ううん <laughs> うんえまあいろんなことを思う人がいるから別にいいんですけどワイ、まあ、も実際ね最近ちょ顔丸いなって思うしね何 可愛いってコメント読まないの。いやなんか恥ずかしいからあんま読まない。ありがとうとは思ってる。ありがとう。<laughs> なんか自分でさ可愛い,いえありがとうとか言ってたらなんかおかしくない。<laughs> すみません。でもおかし面白くなっちゃった今。なんか自分で自分のなんかそのなんていうの可愛いって書いてくれてるコメントを自分で拾うのがなんかすごい恥ずかしくて。 なんか可愛い,いって書いてくれてるんだなありがとうってその自分の中で解釈はするけどなんかわざわざ声に出してうなちょっと恥ずかしい、うん、ありがとうとは思ってるごめんね。<laughs> ま、でも自分の自信にはつながるからこれからもよろしくうんまあでもあの、読まないよ声に出してはあの、ありがとうと思ってる心の中で <laughs> コメント読んでもらうために堅揚げポテト買ってきた報告するのはありでしょうかどういうこと 読んでもらうコメントをしなさいでもね私マジで気まぐれだからほんと目についたコメントを読むぐらいであとはなんか自分が何だろうあのあこのコメントにはこういうエピソードが回答できるなとか思って読むって感じだからなんか別にそのそんななんか難しく考えなくていいと思ううん。<laughs> そう褒めて伸びるタイプまつげはいい感じよマスカラはあのあれヒロインメイクじゃなくてなんだっけえヒロインメイクだっけなんかあるやんあのあるやんヒロインメイクだった気がするの茶色でも今はあのまつげパーマしてるからすんごい 何自信過剰なぐらいになったしい一生無理だと思うわ。<laughs> うん。きっと一生無理。マジ整形とかしないと無理だと思う。自分に自信持つの。 自分の目もあんまり好きじゃないし目の形とかもねなんかすごいきつく見えるからメイクしたらやしまあ眉毛も好きじゃないし薄いし下がってるからで鼻の形も好きじゃないし口も好きじゃない口元とか特にねそうだから、まあ、整形したら自信持てるんじゃないって感じ <laughs> まあしないけどね さすまあしないで可愛くなれる方法を今探してる頑張ってあの、まあ、まつげパーマ行ったりとか脱毛行ったりだとかあとはメイクの勉強さすがになんか痛い思いしてまでそんななんかやりたくないなって感じ。 あ全然大丈夫ですよ言葉足らずだったんよって全然あのはいワイも別に顔丸いなと自分で思ってるんで <laughs> まあでもデリカシーを考えるとまあその公の場では言わなくていいかなって感じだね気をつけてこコメントって難しい日本語って難しいよねなそういう人はそうやってなんか言った感じじゃなくてもさニュアンス的に言った感じじゃなくても文章だけだから分かんないからね うんコメント終わらなかったパターン初めてなんか反省しに来てくれた <laughs> 大体そういうのを書く人って大体おらんくなるパターンが多いんやけどいい人だった <laughs> マジで足のあざがめっちゃ今は人実上痛いこれは緑のベースト GU だよこれどっちも GU しかもロンティーとこれああ今日しかも GU コーデやん全部 <laughs> 本当ははんこれ中シャツの方が可愛いいんだけどちょっとなんか今日はロンティーの気分だった 首元が丸いからあんま可愛くないんだけどここをシャツにしたら学生っぽくなって可愛い <laughs> うんロンティーはなんか長い袖がし竹も長い竹っていうかあのこのカーディガン の下かららちょいい出るぐらいの長さんネックレスなんかしてたんだけど最近ってい今までずっとここ2年2年はないなうん2年前ぐらいまでしてたんだけど なんか公園の時は絶対外さないといけないのね私物のやつなんかそれが面倒くさいなっていうのとあと、まあ、そういう外した時とかに絶対忘れてきちゃうのよ毎回 <laughs> でまあなんか今はあんまりなくていいかなって思ってるでもまあアクセサリーとかつけるの好きだからなんか自分が気に入ったのがあれば欲しいなって感じ え充電表示は来てないあーなんかチャームのとこが赤くなるっていうよりかなんか私の肌ってマジで敏感肌すぎてなんかほんとにこうスッってやっただけでもちょっと赤くなったりするんよ、まあ、今もちょっと赤いなんかほんとポリって書いただけでもなんかバッて赤くなったりするのよ 叩いたりとかしても結構赤くなっちゃうからなんか金属アレルギーとかじゃないんだけどそれちょっと赤みが出ちゃう感じ。全然アレルギーではない。 6, 週6周年じゃないなんで今6周年が出てきたんだ10周年公演前に髪の毛切りいきたいなここ普通にここだけなんやけどこれ切りに来たかまるん 今日のツインテールの感じめっちゃ好き。てか巻きの感じがめっちゃ好きだな。いつもと違うメイクさんなんだよ生写真って。その公演の時のメイクさんと生写真のメイクさんって今違くて。前は一緒だったんだけど、今はもうなんか、会社が変わったからなんかわかんないけど、なんか生写真の時だけ毎回違うのメイクさんが。 じ <laughs> ゃあ化粧水ないよって言ったのはマネージャーさん <laughs> メイクさんでもな、ね、い 今日の衣装はあー変わったものというかうんなんでこのどの時期にこれみたいなのはあったけど <laughs> まあどの時期に販売されるものなのかは楽しみですね <laughs>。 てか明日メイクしていかなきゃいけないから早起きしなきゃだ7時に起きなきゃだ悲しいうん前の睡眠時間 <laughs> 鍋食べたいでも最近麺類が食べたいんだよね麺類パスタかラーメンか食べたいうん 鼻かゆ私水炊き食べたことないよもつ鍋しか食べたことない水炊きって何ですかって感じえラーメンは豚骨一択やろいやまあ好きよ味噌とか醤油とか塩まあ塩はあんま食べたことないんだけど 味噌とかは好きよ味噌ラーメンとか普通に食べに行くしでもやっぱ豚骨よあでもなんかあのなんていうの豚臭いのとかは苦手脂がいっぱいとかなんかちゃんとあっさりした豚骨が好き <laughs> なんかたまにあるやんやっぱ豚骨やからすごいこってりなラーメンみたいなああいうのはちょっと苦手でも基本は豚骨ラーメンしか って感じ豚骨ラーメンしか勝たんって感じ <laughs> いやつけ麺魚介類のなんかスープみたいなのあんまり惹かれないんだよね私はまあ魚介があんまりそんな得意じゃないっていうのもあるんだけど。 <laughs> どこのラーメンが好きわー迷うけどやっぱり私の中で一番美味しいなと思ったのは一蘭だね一蘭はマジでたまにめちゃめちゃ食べたくなるでもやっぱお高いからラーメンとしてはなんか安い安いっていうか普通の値段ぐらいで食べたいんだったらシンシンっていうラーメンが美味しいシンシンのラーメンマジで美味しいよ ラーメン煮卵ラーメンが好きですうんシンシンめっちゃおいしいなんか他の長浜ラーメンとかはあんまり食べたことないんだよね私まだなんかラーメンそんな種類いっぱい食べてるわけじゃないからあれなんだけどその2店舗はめっちゃ好きっ <coughs> うん、今度福岡来た時ぜひぜひぜひ,ぜひだって <laughs> ぜひシンシンの煮卵ラーメン食べてみてくださいめっちゃ美味しいよマジで <laughs> それ一覧めっちゃ美味しい一風堂はねあのカップラーメンの一風堂セブンとかに売ってあるじゃんあれは食べたことあるけど美味しかったあれはでもあの店舗で食べたことない <laughs> あっわかるね赤のれん私めっちゃ好きそう赤のれんも食べたんやったそういえばえ赤のれんっていうラーメン屋さんマジでうまいわかる私も赤のれんさ一回あの食べに行ったことがあって連れて行ってもらって食べたんやけどマジでうまかった <laughs> なんかさ食べたことないラーメン屋さんとかってさ入るのめっちゃちょっと抵抗があるやんなんかもしこってりで自分の嫌いな味だったらどうしようとかさでも赤のれんはマジで美味しかったなんかなんて言ったらいいんだろうもうね匂いがスープの匂いがまずニンニクなのでもなんか飲むと全然なんかニンニクの味がめっちゃ強いって感じじゃなくてな何て言うんだろうあれはねすごい新しかった今まで出会ったラーメンの中でなんか えなんかすごってなったしかもめっちゃ美味しい味いや赤のれんはマジで美味しい <laughs> いやこってりじゃないだって私が食べれたし美味しいって言ってたから多分そんなこってりじゃない 結構スルスルっといける。えめっちゃなんかスープがめっちゃ美味しいの。まあ、ラーメンもさもちろんあの全体的に美味しいんだけどなんかスープがマジで美味しい。 目をくなりたい行ってみてぜひ、あのー、時間がある時にでもなんかスープの匂いがもういい匂いすぎて私その時その食べに行った時にスープを先に飲んだんだけど。 やけどした <laughs> 熱かった <laughs> 猫舌だからさベロやけどした <laughs> で餃子も食べたけど餃子も美味しかったよなんか結構一個一個がでかかった気がするテ店舗によって違うのかもしれないけど多分一緒だと思うなんかちょっと一個一個が結構な 大きさだ結構なってか普通の餃子よりちょいでかいぐらいだった気がする結婚前に行ったからもう分からん覚えてないいや赤のれンのラーメンはもう普通のラーメンが美味しかった私は普通のラーメンしか食べてないんだけど普通のラーメン <laughs> うーん鼻かよ みんなも麺が食べて食べたくなってきたところでしょうてか爪そろそろ切らんと伸びてんなこう見ると餃子餃子はうちの餃子が一番うまい <laughs> 食べれないって <laughs> うん 家で作った餃子が一番うまいマジあの美味しさに勝てる人おらんよ絶対うちの餃子が一番うまいマジで,で、ね、ご飯が進むんやもん本当に あれはご飯も進むしビールとか飲める人はお酒も進むしおつまみにもなるからね味的に最高よワンわンわンわン でもあれは手作りやから美味しいわけであって冷凍とかになると味が落ちるから美味しくないと思ううん6時になった1時間話した <laughs> まあまたね あのー、まあ暇があって料理配信する時とかがあって、まあ、私が作る気になれば餃子配信とかしましょう <laughs> でもさ種作る時がさくっさいからさ手がくっさくなるからさしかも油まみれになるじゃんあのねひき肉でだから大変なのよ配信とかすると。 余裕ないそんな見てるコメント見てる余裕がない時間との勝負だから餃子作るの <laughs> いて今日まつげとまつげがしつく まあとりあえずまたね料理配信をいつかやりたいなと思うので時間がある時にまあ多分年内は無理かもしんない <laughs> ちょっと忙しくなるんでね多分来週とか特に私多分一番忙しいと思う学校の方でずっと動いてるのもあるしかと思いきや週末になったと思えばリットチャームもあるし 日曜日は日曜日で大事なものがあるしへーまイ、あ、なんで時間を見つけられたらって感じにしますね。<laughs> レフさんクマのぬいぐるみありがクマ、ま、レフさんクマのぬいぐるみありがとうということでそろそろ配信は終わりたいと思います皆さんこんな時間まで。 見てくれて、どうも、ありがとうございました。では、ランキングを読みます。はい、えっと、十三位日高さん、十二位 s. A. T. さん。十一位鈴友坦々さん、十位ゆきさん。<laughs> ちゃんと言おうとして、ソンってなっちゃった。ゆきさん。九位さあやたん。八位宮直さん、七位中野の健二さん、六位、ああ、年坊さん。五位池ぽんさん。 4位は A さん3位はみさん2位は芹さまさんそして1位がんさんでしたありがとうございますはいその他もたくさんコメントしてくれた皆さんアイテム投げてくれた皆さんもありがとうございましたイエイまた明日も配信しますのでみんな明日からも1週間頑張りましょう私も頑張ります 死んでたら本当にごめんなさい明日から本当にマジでハードな3日間が続くんで明日明日8910あ違う4日間だ8 9 1十1うんハードな4日間が続くので私は震えながら寝たいと思います89108910あでも明日はいや 多分大変ですねとりあえず明日あざがもっとひどくならないように気をつけたいと思います <laughs> 何?「何気初だ」って配信見るのがえっ、ー、ありがとう見て今すんごい痛そうなんだけどマジであの押したら痛いぐらいで本当にあんま痛くないんだけどちょっとスヌーピーの靴下を今履いてるんで。 こんな感じこれあざフフフそう見た目はめっちゃ紫で痛そうって思うじゃんでも意外とこれもう治ってきてる証拠だからしかもね多分ねこの部分部分的なあれだからか知らないけどこの部分あんまり押しても痛くないんだよだから私多分気づかなかったんだと思うこんななるまで <laughs> うんこのしあざ主張が強いのよ <laughs> そう捻挫とかではない内出血してるだけすごいねめっちゃ痛そう見た目はでも全然痛くないのなんか押したらちょっと痛みはあるなって感じでもなんか「痛っ!」とかじゃなくて「痛いなー」ぐらい <laughs> まあなんかこれ以上あのひどくならないように気をつけたいと思います10周年もあるしね <laughs> まだね膝の方の青たんの方が痛い膝にもあるんよ右の膝の方にもこっちの方が痛いあでもこっちは結構見てんどれこれかこれこっちの方が痛い押したら よいしょうだから明日四日明日から4日間あざになんないように気をつけたいと思いますもしそれがあざになってもうめちゃめちゃ痛いでーすってなったらもうリッチャームできないかもしんない <laughs> 絶対やる <laughs> 痛くてもやる <laughs> たださリッチャームさ膝とかつく振りがめっちゃ多いじゃん あれ,あれさ私さなんか膝なんか前も言ったけどさ膝つく時さな,なんていうの骨の居場所居場所骨の向きがさたまにこう悪くてさこう痛っ,ってなるときがあるんだよなんか骨が刺さったみたいな感じになってあれになんないか心配膝つく時あれマジこい痛いしね一瞬やけど痛いんよめっちゃあれえないたまになんか膝立ちしててさこう膝立ちを 急にさしてさこっから良いってなった時にさ痛っってなるときない <laughs> たまになるんよこれいやメンバーみんな痛いのかしんないけど私はよくなるだからあんまり好きじゃないのこの膝立ちの振りでもリットちゃんは膝立ちの振りがめっちゃあるからあのー、マストビーナーもそうだし痛い <laughs> だから気をつけて怪我しないようにリトちゃんの公演まで頑張りたいと思いますとりあえず一 <laughs> 週間ねということで皆さんありがとうございましたあ,あ間違ったんかでは また明日さようなら